こんばんは。こんばんは。なんかお困りですか？いや、違いますけど。はい。いや、なんか、ここに止めれるオートバイってこう珍しいんですけど、なんかお困りかな。いや、ただし一服してただけですけど。え？一服してただけです。結構長い時間一服されてたように思ったんですけど。なんか携帯いじってたからね。はい、はい、それが何か。いや、こう結構変な人が通るからあなたも変な人かなとかこう心配したんですけど。失礼ですよね、あなた。それはすごく失礼ですよね。違います。え？ただのコーヒーです。いや、あなたあなた普通の人だと思ってます。ただここはね、変な人が来るんでですね。まあそう。いや、攻めてるわけじゃないですよ。攻めてるじゃん。いや、なんかお困りなのかなって、そっちが心配しちゃって。何が？余計なお世話でしょ。ただここでコーヒー飲んで、はい、一服してて、それでなんでそこまで言われなきゃいけないんでしょうかね。むしろあなたの方がおかしいんじゃないでしょうか、それを。あ、そうなんですか。うん、おかしいと思いますよ。私もここに住んでる人なんでですね。行動ですからね。普通じゃない人が。ここってもう行動なんですよ。行動。いいですよ。行動なんで自由ですよね。いいですよ。いいですよ。違いますか。でもここにオートバイ止めてる人はあんまりいないんでですね。止めてるっていうか停車ですからね、すぐそばにいますからね。なんかお困りじゃないかなと思って、ね、心配して声をかけたんですけど、それは普通に電話しますからね。余計なことをするなとか言われるとすごく心外なんですけど。じゃああなたのやってることでも、なんか人を不快な気分をさせてるのは一体どういうことなんでしょうかね。あ、それはですね、そのままお返しします。はい、でもあなたから声かけてきましたからね。あ、それはあんま考えないと思うんですけど。その言い方がまずムカつきますからね。あ、うん、いや、いいですよ、別にムカついていただいても。はい、ムカつくのもいいんですけど、なんか逃げようとしてませんか。逃げようっていうか何、いてほしくないんでしょ。だから言いますから、帰るんです。あ、何か問題があるんでしょうか。 ありがとうございます。ふざけてんじゃねえよ、お前。どうぞ。頭おかしいね。不思議な人だね。どうぞどうぞどうぞ言っていいんですけど。何、あ、そういう言い方するのは何かやましいことがあるんですね。あ、そう、もう何でもいいや。で、ちょっと免許証を見せてもらっていいですか。なぜあなたに見せる必要があるんでしょうか。怪しいから。あなたも怪しいですよね。個人情報ですか。そうですよ。個人情報をなぜあなたに見せなきゃいけないんでしょうか。不思議ですね。何だったら警察入れて交えて話してみるんですか。私は全然構いません。警察を呼べと。どちらでも。わかりました、わかりました、ありがとうございます。どちらでも来るんでしょうかね。はい。